なかなか難しいところですね。私はこれはうまくやってるのを見たケースはないですね。まあ、孫子はそう言うんですよ。できるんですかね。で、彼の、答えはですね、彼が言ってるのはですね、proper, that is a question involving the proper use of ground って言うんですね。地の利だって言うんですよね。そんなことできるんですかね。いや、例えばね、大きな会社の、例えば、東南アジアの営業部隊がいて、で、実働部隊が新しくマーケットを開設するために、じゃベトナムの営業部隊、じゃ本社の実働部隊がベトナムに進出して、実働部隊が新たな仕事を取ろうとするときに、その2つを協力させるには、これ言ってる地の利だって言うんですね。プロパーユースオブグラウンド、これどういうこと言ってるかというとですね、現地の例えば企業とか政府の組織にその我が方の営業部隊と企画部隊と輸送部隊3社にかませろっていうことなんですね。そうすると相方の言ってることがやっぱり正しいわけですから、相方の言ってる通りにそのあなた考えなさいよっていうことを言ってるわけですね。That is a question involving the proper use of ground. Use of ground っていうのは、まあ、敵地かもしれませんし、高地と交わる地ね、高地かもしれませんし、そういうふうな、こう、グラウンド、地の利をですね、利用して、お互いの、その、卒然の、ね、みたいに協力できるような体制をどう考えなさいっていう。だから日本人が下手なのは、その現地の意見をどういうふうにその本社とか各部門との意見を整合性を取らせてですね、話をまとめると、やっぱり一番助けは現地の人の意見だっていうのはここで言ってる。The proper use of ground っていう意味なんですね。これ実践経験しないと多分わかんないですよね。この日本語とか英語は。で、十五を皆得るは、地の利なりなんて分かんないですよね。え？いやー、これは、有を等しくし、いつのごとくするは聖なり、聖の道なりって。これ英語は、How to make the best of both strong and weak。だから、その、15って言ってます。弱いもの、強いものの両方のベストを作る。どうやって作るかっていうのは、現地の人の意見を聞きなさいって言ってるんですよ。そんな役してる人いませんよね。これ、ちょっと、この役もそうですけど。日本語読んでわかんないですよ。例えばさ、軍政を勇者も臆病者も等しく結束させて唱えるのは、軍政の役割。十五な者も、重弱な者も十分な働きをさせるのは、姿勢の道理に思って。わかります、この日本語。役者たちはすごい苦労したね。違うんですよね。現地の意見をよく聞いて、企画と営業と実動部隊の3者の調整しなさいってここで言ってるんそれがつないでうまく機能させるものだと、営業の論理でどうちゃけ、企画の都合で考えちゃいけない。そうそうそう。そうです。だから、孫子は前、竹に書いてるんでね。文字の数制約されてるから、十五を見なえれば地の利なりだけなんですよね。本当にやめちゃいますよね。これが、何編だ、異教編だ。宮廷の日本語見てみましょうかね。これはだからね、僕はだから、孫子って考えるけど、でも普通経験なかったら考えたと思いつきませんよね。こんな100回読んでも何だか分かんないですよね。禁止編ですね。ここですね。
前言った参事とか経事とかありましたよね。高知とか、小知、十知。小知ってのは何とか。これ、口ですよね。十知とか。いろんな種類の。これ突然ですよ。軍政有者も臆病者も、等しくてすぐ先を止めるのに軍政の役割。あ、同じ。原点同じですね。多分この訳した方よく分かってないと思うんですよ。よく分かってないと思いますね。今そういうことです。でもそれね、うまくやってるかしないって言うんですけど、彼はね、すごいんですよね。郷中見ないよりは常見ないってね。That is a question. That is the answer, see, involved in the proper use of grammar. The proper use of grammar. そういうふうに仕向けるのが性そう、軍せい政せいせいせい。How to 政 make the best. え？っていうのは政治の性ですよね。ああ、そうですね。管理する、マネジメントですね。マネジメントの役割はそれがマネージャー。で、日本の会社がじゃあマネジメントそういう役割持ってるかって全く持ってないよね。だからその給料なんかやっぱり一般社員の5倍ぐらいか10倍と思われて、アメリカみたいに100倍取れないですよね。これができれば100倍ですよね。優秀な会社であるほど縦割りになってますよね。多分そうだと思いますよ。どんな会社でも日本人がやってれば。もうそれを直してあげよう、教育しようってこういうこと言ってるんですけどね。皆さんね、人事はね、お前バカ言うなって言うんですよね。なんなん、そ、困るんですかね。そこを変えると困るんでしょいや、わかんないんでしょ。わかんないだと思いますよ。だから、例えば企画とさ、営業と実動部隊がバラバラだっていうこと自身がわかんない。いや、特定のターゲットのクライアントに対して、どうしようかっていう、悩んでないから人事は。いや、そう、そただれを、人事がそれを束ねるっていう立場にあるわけでもないんです。だから教育はそこにあるんですけど、それが教育の一番ここで言う一つの狙いだっていうことに気がついてないんですね。だから、the proper use of ground っていう、ground の意味がわかんない。ただ、ground っていうのはやっぱり、さっき見せた、7ついろいろありますよね。で、それぞれのグランドに対してその対応の仕方がみんな違うわけですけども、その違う対応の仕方ですね。ここにありますよね。対応の仕方が違うんですけど、対応の仕方をどうするのかっていうことも勉強しなくちゃいけないし、そのグランドに対してどうやってそれを、兵が利用するべきだ。ということを、本社はどうやって認識を持つべきだっていうこともわからない。で、勉強してないかわかんないですよね。だから、ホーチミンって言ったら、別に山地とか経地とか、装置とか高地なんて考えた人いないですよね。いや、これ、この間聞いて、ここは山地だなとか、ここは高地だ。ああ、そうだなと思いましたね。あ、確かにあるなと思いました。でも、そういう、これ私がこうなってますと、どうなってんだって言われて、こうですって説明するのと違って、やっぱ、いや、これ、この状況は、ここは何地で、ここは、重地で、ここは地でとか、で、その上で、こうやって動かなきゃいけないんですっていうと、そこまで言っちゃうと、今度、慎めって言われちゃうんですよ。それはそうだよ。それはね、僕はね、そういうふうな、孫子っていうのは、理解してる人ほとんど日本人でいないと思うんですよ。誰も読んでるんですけど。こういう、なんていうかな、エクセルのスプレッドシートに、いろんな課題をスプレッドしてね、それを頭の中に置いておいた上で、その判断する基準にしなさいって言ってるわけですよね。で、判断の基準をどうやって使うかっていう、これグランドですね。グランドって言ってるんですけど、例えばこれ、産地、ディスパースグランドですね。で、産地に対してどうやってそれをね、適切に使うのかっていう。そうですね。プロ、ザ・プロパー・ユース・オブ・グランド。で、初めてこの、ザ・プロパー・ユース・オブ・グランドの意味がわかるんですね。これ勉強しないとわかんない。え？プロパーティブグランドっていうのは、本社の人たちこそ理解しなきゃいけないってあ、ことですよね。そう。
そうです。で、指別揮、な、そう。指揮官というか、その生を取り仕切る立場にある人たちこそ理解しなきゃいけない。そうです。ベトナムの資料いくら読んでもこんなのわかんないですよ。だからやっぱりそういうこう、中国人の儒学の恐ろしさっていうのはこういう深さがあるんですね。これそうね、マネジメントの本ないんですよね、こういうの。ここの説の回答は The Proper Use of Ground なんですけども、The Proper Use of Ground を翻訳しても分かんないし、この前の方のその前段のね、それぞれのグランドがどういう種類があるかっていう、その種類それぞれのグランドに対して動態をしなさいっていうことを知らないとまた分かんないんですよね。